まずフィルターを取ります。はい。で、フィルターをつけます。割と簡単につけられますね。はい、どうも皆さん、こんにちは。イヤホンやヘッドホンを専門にレビューしている YouTuber のなるものです。今回ご紹介しますのはこちら、フィルターを交換することで音質を変更できる完全ワイヤレスイヤホン、ディビヌスオスティアライトを今回ご紹介します。ディビヌスは今回ね、日本初上陸の韓国のオーディオブランドです。オスティアライトは価格も安く、フィルターを交換することで音質を変更して楽しむことができる面白い完全ワイヤレスイヤホンとなっています。フィルターを貼ることでね、高音を抑えることができるので、その分ね、低音が強くなるような感じで、好みでね、音質を変更することができます。ノイズキャンセリングや外音取り込み機能は搭載されていないので、音質重視でできるだけコストを抑えた完全ワイヤレスイヤホンということですね。現在クラウドファンディング中で安くね、手に入れることができますので、動画を見て気になった方はね、下にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは詳しくご紹介していきますので、開封シーンをどうぞ。はい、ではですね、オスティアライト開けていきます。パッケージはこのようにですね、コンパクトでこう四角い感じのパッケージになってますね。開けていきます。はい。おー、まず説明書ですね。説明書はこのように日本語で分かりやすく書かれています。それから付属品見ていきましょう。まずこちら、充電用の USB ケーブルですね。タイプ C になっています。イヤーピースはね、こんな感じで S で、今イヤホンについてるのが M で、これが L なので、合計3サイズ付属してきます。で、こちらがサウンドフィルターですね。はい、フィルターはこんな感じになっています。はい。で、こちらオスティアライトですね。非常にまずこのケースのね、蓋の部分が光沢感がかなりあります。かなりね、この反射するような綺麗なデザインになっています。で、この真ん中にね、このシルバーのロゴが入ってる感じですね。で、側面はこのようになっていまして、ケースのバッテリー残量を示すインジケーター4つついてますね。で、その反対側に充電するときに使う USB Type-C の端子がついてます。で、完全ワイヤレスイヤホンの中では結構珍しいんですけども、このようにストラップもついています。何かこうカバンに引っ掛けたりとかね、こうやって手で持つことができますね。で、開けますと、こんな感じになってます。はい、こちらイヤホン本体ですね。イヤホンのこのタッチセンサーの部分も光沢感のあるね、デザインになっています。少しこのパール感のあるね、このキラキラっとした感じのデザインになってますね。で、側面がこのような感じになっていまして、ここに LED がついてるんですね。このようなデザインになっています。デザインは非常にシンプルですね。で、イヤーピース外しますと、こんな感じになってます。で、ここにね、このね、フィルターをつけるという感じになりますね。これいいなと思うのは、これ光沢感があるとね、ちょっとこう指紋がつきやすいんですけども、全然つかないですね。光沢感があるものの、そんなにこう指紋はつかないような質感になっています。これイヤホンもそうですね。こんな感じでほとんどこう指紋というのはつかないですね。光沢感があるものの、触ってもほとんどつかないのがいいですね。はい、ではケースにしまいます。磁石も十分強いですね。しっかりカチッとケースにしまうことできます。手のひらに乗せるとこんな感じで、十分コンパクトですよね。はい、ではですね、この上にフィルターをつけていきます。フィルターはね、こういう感じで非常に小さいので、やっぱりね、ピンセットがないとちょっと難しいかなと思います。まずフィルターを取ります。はい。で、フィルターをつけます。こんな感じですかね。割と簡単につけられますね。で、もう片方 L 側もこのようにフィルターをつけてみます。つけるのはね、思ったよりも難しくないですね。こんな感じでフィルターを取り付けることができます。はい、ではペアリングしていきます。一番最初はですね、ケースからイヤホンを取り出すだけでペアリングモードになります。そうするとこのようにオスティアライトと出るので、これタップします。そうするとこのように接続済みになります。簡単ですね。はい、ということで、先ほどの開封シーンから10日間使用しました。いつも通りですね、使ってみていいなと思った部分と、ちょっと微妙だなと思ってしまった部分も述べていきます。まずいい部分ですが、コンパクトでね、装着感もかなりいいところですね。イヤホン本体がですね、約 4.1g なので、かなり軽量です。このイヤホンのね、このノズルのね、角度も結構考えられていて、こうやってね、耳に入れた後にちょっとこうクイッとねじるような感じで入れると、かなりしっかりとフィットするので、こうやってね、振っても全然落ちる感じもないですし、遮音性も結構高いんですよね。それから再生時間は最大6時間、
ケース込みで24時間となっています。まあ、イヤホン自体コンパクトですからね、6時間と聞いてすごい短いというわけではないんですけども、まあ、そこまで長い印象もないですね。防水性能はですね、IPX5 あります。運動時やね、雨の日に少し濡れてしまう程度であれば全然問題ないので、まあ、シーンを選ばずにね、使えるということですね。それから操作性についてですね、ここですね、タップすることで操作することができます。音楽を聴くときのね、操作については、1タップはね、何も割り当てられていないので、タップしてもね、動作することはないです。まあ、ちょっとね、髪の毛長い人は髪が当たったり、まあ、ちょっとね、装着感を直そうと思ってね、イヤホン触った時に誤動作してしまうこともあるので、まあ、1タップが割り当てられていない方がね、誤動作がね、少なく感じるポイントではありますね。2タップで再生一時停止、左を3タップで曲戻し、右を3タップで曲送りとなっています。なのでね、音量の操作はね、タップ操作ではできないので、まあ、頻繁に音量を操作したいという方にとっては、少し気になる部分かもしれないですね。はい、それから最近ですね、オンラインミーティングや通話でね、イヤホン使用する方も増えてます。通話品質がですね、大事になってくるのでね、確認していきます。これがですね、今、オスティアライトを使って録音した音声になります。スマホのですね、ボイスメモアプリを使って録音しています。音声の感じはどうでしょうか。それから音質についてですが、まあ、フィルターをつけることで2種類のですね音質を楽しめるのが面白いんですが、まずフィルターなしの場合は高音がねしっかりと出たキレのある音質になってますね。低音はねボワッとする感じもなく、アタック感のあるね立ち上がりの早い音になってるので、もたつく感じも全くないです。個人的には量もちょうどいいですし、輪郭もはっきりとしているので、ロックや EDM を楽しみやすい音質ですね。ボーカルもね、フィルターをね貼らない時の方がボーカルもねしっかり前に出てくる感じがあって、低音とかにねこう埋もれる感じもないですね。中音のね存在感も結構あるので、ボーカルの表現も分かりやすいですし、ボーカル中心で聞きたい方はフィルターなしの方が好きかもしれないですね。高音はですね、やっぱりフィルターを貼ることで高音をですね抑えるような仕組みになっている分、まあフィルターなしだとね少し強めというかはっきりめに出ていますね。なのでシンバルの質感もかなりきらめきのある艶やかな感じで存在感もあるので、高音の表現もかなり分かりやすくて楽しみやすいですね。全体的にですね解像度が高くて輪郭がくっきりとした音質なので、疾走感のあるロックとかをね楽しみやすい音質になっています。一方ですね、フィルターをつけると高音が少し抑えられる分、低音がねより強くなったように感じます。正直フィルターを貼ることでね、もう全く違うキャラクターの音になるのかなと思ったんですけども、そういうわけではなくて、全体的なバランスが大きく崩れることなく低音が強力になるようなイメージですね。なのでフィルターを貼る前の輪郭がくっきりとした立ち上がりの早いね低音というイメージは変わらずに、低音を強くすることができるので、 EDM とかロックを聴くのが好きな方はね、フィルターありの方が好きなんじゃないかなと思いますね。よりね低音の存在感を楽しむことができます。ボーカルもですね、フィルターを貼る前と比べるとそれほどこう前に出てくる感じはないんですけども、しっかりとね楽しめるバランスではあるので、より低音や楽器の音も楽しみたいという方はフィルターありの方が好きっていう方も多いかなと思います。まあフィルターを貼る前だとね、まあ、人によっては高音が少しきついと感じるかなとも思ったので、うまく調整できるようにね、フィルターのその素材っていうのかな、そういうのしっかりと選定してるみたいなので、本当に気軽にねフィルターを変えるだけでクオリティ高くね音質の変更をすることができます。それにフィルターをね付け替えたりしてみて思ったのが、アプリのねイコライザーで音質を変更できる完全ワイヤレスイヤホンもあるんですけども、イコライザーでね音質を変更するのって結構難しいんですよね。よくあるのがイコライザーをねこう上げすぎて歪んでしまったり、全体的にねこうイコライザーを上げすぎたことでなんかただただね音量が上がっただけみたいな感じにねなってしまってる方もいらっしゃいます。なのでこう下げるようなねイコライザーをするのがポイントだったりするんですけども、結構難しいんですよね。オスティアライトはそのフィルターのなんていうんだろう、材質というかね、しっかりフィルターを選定して適切なものをね選んでいるので、本当に気軽にねフィルターを変えるだけで全体的なクオリティを落とすことなく音質を変更することができるので、意外とこのねフィルターを変える手間っていうのもあるかと思うんですけども、イコライザーをアプリで変えるよりも短時間でねクオリティ高く音質を変更できるんだなと思いましたね。まあ、それにねこうフィルターを変えるっていうねこの一手間ある方が好きっていう方も結構いると思うので、個人的にはこうやってね変えたりとかするの好きなので面白いなと思いましたね。それから微妙だなと思ってしまった部分なんですけども、アナウンスが韓国語になってるところ。
まあこれはね、クラウドファンディングで皆さんが購入するものは日本語かね、英語のアナウンスになってる可能性もあるんですけども、僕の手元にあるのは韓国語のアナウンスなんですよね。まあ例えばこの接続されましたとか、まあ接続解除しましたみたいなアナウンスが韓国語なので、ちょっとね、何をアナウンスされたのかっていうのが理解できなかったです。ここはね、クラウドファンディングの製品は日本語か英語になってるといいなと思いますね。はい、ということですね。フィルターを交換することで音質を変更できる完全ワイヤレスイヤホン、ディビンヌスのオスティアライトのご紹介でした。フィルターを貼る前は、まあ、少し高音が強めで、メリハリのあるね、はっきりとした音質なので、シンバルの質感もね、艶やかで綺麗ですし、ボーカルの表現も分かりやすかったです。逆にこのフィルターを貼ると高音をですね、抑える分低音が強くなって、迫力もね、よく楽しむことができます。なのでまあ EDM を聴く方はフィルターをですね、貼る方が楽しめるんじゃないかなと思いますね。またイヤホンもですね、非常にコンパクトで、まあ、防水性能も IPX5 なので基本的な性能は問題ないですね。ノイキャンや外音取り込み機能が搭載されていない分、価格も安くてね、コスパもいいです。なのでこう、できるだけ低価格でね、こうフィルターを変えたりして音質の変化を楽しみたいという方におすすめの完全ワイヤレスイヤホンということですね。まあ、現在クラウドファンディング中なので、販売予定の価格より安くね、購入できますから、動画見て気になった方はですね、下にリンク貼っておきますので、まずはですね、ぜひね、チェックしてみてください。ということで、この動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、それから下にツイッターのリンクも載せておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ナナモでした。